というわけでゲストをお迎えにこちらまで参りましたけれども、さあ今日のゲストは誰なんでしょうか。では早速お呼びしたいと思います。津田健次郎さんです。どうもどうも、よろしくお願いします。どうもどうも、この度ははい、ありがとうございます、呼んでいただきまして。おめでとうございます。津田健次郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストは津田健こと津田健次郎さん。声優としてアニメや洋画の吹き替えをはじめ、ナレーション、パーソナリティ、番組 MC など低音を生かし幅広く活躍している。その表現力の高さから舞台でも活躍し、近年は自ら脚本演出まで手掛けるなど精力的に活動している。ミキシンとは某新選組のゲームとそれを原作としたアニメで初共演している。これですね、これ津田くんイメージした車です。あ、こんなかっこいいのをイメージしていただいたんですね、はい、ジャガーですよ。すげえ、ジャガー F タイプ R クーペ。おー、どうですかこれ。めっちゃかっこいい、めっちゃ速そう。ちょっと見てみますか周り。あ、いいんですか。はいはい、大丈夫ですよ。これめっちゃかっこいい。これね、津田くんがね、はい、なんだろう、派手派手しくはないけど、おやるときはやるし頑張ります。で、礼儀正しいしありがとうございます。で、なんか佇まいがちょっとほら他と馴染まないわけ、弾き合ってるわけでもないけど、はい、他ともちょっと馴染まないみたいなさ。なるほど。津田くんは津田くんの色がちゃんとスタジオでもあったりするから、ありがとうございます。なんかそういう感じのイメージで、すごい嬉しい。ジャガーにしてみましたよ。めっちゃかっこいい車です。お、かっこいいでしょ。めっちゃかっこいい。ちょっと前見ていいですか。はい、めっちゃかっこいいな。へえ、すげえ。どうですか。すげえ走りそう。ここら辺がね、はい、こう空気いっぱい取り入れられるように穴とか開いててさ、あ、そうなんですか。ちゃんとエンジンが冷えるようにとか、空気が取り込めるようにとか、はい、なっていながら、はい、こうなんだろう、ちょっと低く身構えてる感じ、はいはい、がなんかね、津田くんっぽいね。あ、そうなんですね。 ありがとうございます。すげえ、超かっこいいっすよ。超かっこいいってなんか感想としてね。いや、いいんじゃない。他になんかねえのかって思いますけど。で、ここら辺のさ、デザインとかがさ、うん、すごいかっこいいんだよね。うん、本当になんかシャープですね。そうでしょ。すごく。で、こっちから見てみようか、後ろがね、はいはいはい、後ろのさ、うん、このうわ、なんか後ろかっこいい。後ろかっこいい。そう、この踏ん張り感、はい、これがこう、なんだろう、オラオラっていう感じではないけども、うん、確実に存在してるっていう、その空気感っていうかさ、質量みたいなのがあるじゃん、はいはいはい、存在のその感じが津田くんなんだよね、俺のイメージする。ありがとうございます。こっちで主張してるんですね。そう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 。前は、ジャガーのこの、はい、このマークがね、そうですね、あって、で、後ろでこうジャガーって書いてあるな、こっちの。で、ここがさ、めっちゃ綺麗なんだよね。めっちゃ綺麗。ここのラインがさ、めっちゃ綺麗。ちょっと、ちょっと未来的ですよね。そう、そう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 、うん、これをね、ぜひね、ちょっと津田くんと一緒にドライブしたいな。はい。で、ちなみにマフラーこれ、左右で4本出てますけど、うん、はい、これ、他のタイプだと真ん中2本になっちゃったりするのね。あ、はいはいはい、でもこれは割とスポーティー、走りに振ってるから。なるほど。で、まあ、ジャガーこういったスポーツタイプもあるけど、うん、だいたい僕らのイメージしてるジャガーっていうのは上品な、そうですね、大人の車って感じ、うん、でそれはそれでちゃんとラインナップがあって、はい、これは